今日はちょっと少ないですけども、タンドリーチキンチーズの丼と赤だしの麩のやつです。食べたいと思います。ちょっとクタクタしてます。僕チーズいい感じに溶けとるな。食べよう。さこうよし、パどうもパテモス協会でございます。今日はタンドリーチキン、これあの冷凍のやつをあの解凍して焼きました。あと玉ねぎ入ってます。ご飯の上にめんつゆかけて海苔乗せてます。で玉ねぎ乗っけて、タンドリーチキンの上にチーズです。本当はマヨをちょっとかけたかったんですけど、マヨを買い物行ってないんでないです。これ食べたいと思います。あとはこの麩をこう沈ましとこう。ブクブクしてる、ブクブクしてる。穴開けようか。よし、ちょっと待ってくださいね。時間まだまだ大丈夫か。15分あるんで、ちょっとねバタバタしてまして、本当はねこれにね麺を一つ、またねソーキそばの一つでも入れたかったんですけど、食べたかったんですけど、ちょっとそのやってるお時間がなかったんで小食になりました。で食べます。前振り長いわ。おいしい。昨日ねコメントでね、喋らなきゃ好きなのになって書いていた人今いたんですけど、一時僕もね喋らずやろうかなと思った時期があったんです、でもね喋ってない動画いっぱいあるじゃないですか。あと僕としては飯動画なんですけど、日記的な、普段の僕みたいな、普段の僕飯食いながら喋ってませんけど、そっちの方が取りやすいんで、喋らなくて黙々もまあいいんかもしれんけど、まあね、さっきも言ったけどあるんでね、そういう動画いっぱい。喋ってる動画も多分あると思うんですけど、喋ってる内容は一緒じゃないんでね、そっちの方が自然かなと僕としては、とか言いながらまた喋らなくなるかもしれませんけど、あとまあ喋ってないチャンネルはありますんで、動画詳細欄書いてますんで、そっち見てもらったら、喋ってない、ずいぶん上げてないですけど、もう1年ぐらい上げてないかな。とかで喋らなくなるかもしれんな、このうち。まあ、これも踏まえて、まあ、俺なんで、気まぐれなんで。
そういや、気まぐれオレンジロードで、なんか気まぐれオレンジロードっていうのと ストーリー関係あったかな。オレンジロードって何なの。イエローハットとかオレンジページみたいなのかな、うん、深くは意味なかったよな。暑いね今日も。完全にもうなんか春が過ぎた感じ。今日タンクトップの人いましたよ。画家かな。リュック忘れてなかったけど、あの前にね、まあ後藤めぐは全く触れられませんでしたけど、小松法政言ってね、小松なんで小松法政を思い出すと、それなので伊藤しようって言ったね。これ小松正夫じゃないで、白毛鳥のね、おっさんね。うん。いや、それは確かに、ね、小松正夫なんですけど、小松法政、小松菜から小松法政を思い出して、小松法政から小松正夫を思い出して、そこのところ言わずに、小松正夫と思ってたら、伊藤しろって出てたっていうね。うん。頑張れるわ。肉食えば頑張れる。なめたけ、なめこが入ってる。賞味期限がね、5月の半ばやったんで、もう食べとかないと。というわけで、パテモソ協会、タンドリーチキンカレー、違うわ。タンドリーチキン丼を食べました。ごちそうさまでした。というわけで、僕は来週からゴールデンウィークか、ね、まあ良い休日をお送りください。